早速ご覧いただいてありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。山形もようやく桜が少しずつ咲き始めました。まだまだ、満開っていうわけではないんですけど、早いところがちょっとずつ咲いてますね。今朝通勤途中で見てきたら、おお、ここも咲いてる、あそこもなんか咲き始めたねみたいな、かみさんと話しながら、車で店まで来ました。ただ今日すごく寒いので、もうちょっと暖かくならないと一気にバッとは咲かないんだと思うんですけど、もう都内はだいぶ散り始めたって言ってましたね。おはこんばんは。スキーなんかまだサブバーンも滑れ、中央かな、確かサブバーンの方は少し消えてたけど、中央はまだまだ滑れるみたいです。ザオもなんか誰かYouTube にどなたか上げてて、なんか中央でちょっとコブを滑ってるのがなんか動画で上がってたので、上の方はまだまだ滑れるみたいです。下まではどうなんだろう、来れるか分かんないけど、はい、もう一回来られますか春スキーこんばんは。そうですか、雨風が激しくて、桜散りましたかねえ。最後はね、なんかちょっとずつこう散り始めてるところを見るのもね、またいいんでしょうけど、一気に雨風で散っちゃうのはちょっと寂しいですね。まだ桜ちょっと今年あまり見れなかったなっていう方、東北に足を伸ばしていただけると、これちょうどこれからなんで、今からがいい時期なので、よかったらいらしてくださいさすがにそうですよね、神戸から山形、スキーとなるとちょっと難しいですねガッサンとか行かれないですか。ガッサンは4月になってからですからね、大斜面、4月になってからのスキー場オープンなんで、なんか結構来られてる方多いみたいですね、毎年、僕はあんまりスキーで合算行くことはなくなりましたけど、もう二十歳の頃は合算に住み込みしてスキーなんかしてた、ちょっと暑い時期もありましたが、もう今はそんな元気は全くなく、スキーはだいぶお休みしてますね。いやいやあれですよ、ガッサン、なんていうんですか、コブコブの大斜面っていう方は結構斜面きついですけど、沢コースってリフト降りてすぐ左側かな、あそこはもう全然シャドウもないですし、全く問題ないですよ、はい、僕も付き合いますかって言いたいところだけどキーはあるけどブーツがないのでどうしようみたいなはい、すいませんそれでは、今日も早速始めていきたいと思います。そうなんですよ、ガッサンもよく見る大斜面のコブコブなのは、それもコブができるのどうなんだろう、連休前ぐらいになるのかな、その前、早いシーズンオープンしたてのところ時はガッサンも大斜面はさらっとなんていうかな、ボコボコじゃない状態なので、まあシャドウはあるけど結構そこが面白かったりして、僕は若い頃よく滑ってましたね。一度早い時期に行かれても面白いかもしれません。ただガッサン確かもう4月5月でも雪降る時があるので、スタッドレスがいるんですよね。だから神戸からスタッドレスでこっちまで来るのだいぶ大変かもしれない
すいません、そしたら、今日のマスカジライブ、新作がですね結構どんどん入ってきてます。毎年なんですけどゴールデンウィーク前に入荷ラッシュが結構あるので、今日は、入荷してる商品を一気にというか、まあ、紹介できるだけババッと紹介していこうかなと考えてます。では早速ですが、ウェアハウスから、ウェアハウスから紹介していきます。まず定番の800番がですね、ほんと久しぶりに入荷しました。800番、1001番、もうほんとウェアハウスの大定番1001番と並ぶもうスタンダードなストレートジーンズですね。ディティールはディティールや縫製、そして生地は、まあ、50年代、1950年代のアメリカの工業製品としてのジーンズのその黄金期と言われる、まあ、WX モデルを、モチーフにしてるんですが、この800番の特徴は1001番、もう本当 WX モデル、戦後50年代初めぐらいの WX モデルのシルエットをちょっとこう何て言うんですかね、もう少しすっきりさせて股上を少し浅くして、そして渡り裾幅をすっきりとさせたモデルになります。結構小綺麗なシャツ、まあ、例えば、そうですね、ボタンダウンシャツなんかを着て、まあ、タックインしてベルトして WX のジーンズを履くとちょっとボリュームがありすぎるななんていう時もあったりもしますね。そういう時にこういうすっきりとした、シルエットの800番がおすすめです。やっぱ人気なんですね。結構800番は本当人気です。ただ全然入ってこなくて、しばらく36が1本だけあったのかな、そんな状態だったんですが、ようやく入ってきまして31から、36まで、ご用意できるようになりました。で、これまでは800番全部メーカーさんでのウォッシュモデルだったんですが、今回の納品から全て、ノンウォッシュ未洗いの状態になっています。ただお店にご来店いただくと、サイズの確認用の試着用として、ウォッシュモデルを、これから用意しようと思ってますので、その辺はお店に来ていただければサイズ確認は簡単にできます。ちなみにそうだ、800番、ベーシックな、ウェアハウスの定番と言われる本当スタンダードモデル1001番、800番、そしてテーパーカットのテーパーモデル の細身の900番とありますが、800番だけ、糸がですね6番 ×6 番、の 14.5 オンスなので、このデニムだけちょっとゴツッとっていうか、ウェアハウスの定番の中では、厚み、ちょっと厚手の生地になります。デッドストックブルーの対戦モデルよりもこちらの方が、厚手の生地です。こんなところですかね。ぜひ在庫のある時にお求めください。800番、それでは、続いてもうウェアハウスの夏といえばこれ欠かせないというポケティですね。もう本当皆さん、ご存知のロット4601、12番、糸は12番の糸だったかな、12番紙で、仕上げた、12番のムライトで仕上げた、丸胴というのは、
脇にこう継ぎ目がない、サイドにサイドのボディのサイドに継ぎ目のないこう筒状の編み木で、折った、T シャツですね。まあ、サイドに継ぎ目がありませんから縫い目もないので肌触りもいいですし、ちょっとこう丸戸の特徴としたら少しこう洗うとジーパン洗うとちょっとこうキュッとよれるのと同じで、このボディも若干こうよれて、なおかつポケットが少しそれでいい感じに歪みが出たりしてですね、あの無地の T シャツなんですけど、あのなんていうかな、洗うこと着て洗って着ていったりすることによって、独特の表情が生まれます。さらにこの4601のボディの特徴は、ちょっと画面では分かりづらいかもしれないですけど、ムライトを使っていることによってこう横に段が走るような感じのこう少し生地に凹凸感があってですね、それだけでも表情があるんですね。肌触りもいいですし、なのでこれが大人気のモデルです。洗うとちょっとこう縮みが出ますので、まあ、その辺のサイズはお好みで選んでいただければと思うんですが、当店だと M、L、XL をご用意しています。で今だと、定番のカラー、プラス今年の新色が、全部 M、L、XL は全部揃っています。カラーをざっとご紹介しましょうか。まずこれが、ベーシックな木グレーですね。ヘザーグレーです。そして、これがオートミールですね。オートミール、なかなか渋くていい色合いです。オフホワイトで、こちらがネイビーです。ちょっと画面で見ると明るく見えてるような感じもしないでもないんですが、ネイビーですね。で、スミクロこうブラックですね。ブラックスミクロです。このスミクロも洗っていってこう何ていうんですかね、色もフェードしてくるとまたちょっと雰囲気の違う表情を見せてくれますね。ウェハースの T シャツは洗うことで遮光したりポケットがちょい歪んだり縮みが出て、なおかつ着込むことによって色の変化っていうのも楽しむことができますので、ジーパンを着込むのと同じような感覚で楽しむことができます。プリントもプリントものもいっぱいリリースされてますが、僕どうしても T シャツ無地を着ることが多いし、無地でも表情豊かにこう何て言うかな、楽しめるっていう T シャツが大好きなので、このポケティをのプレーンのポケティを一押ししています。それで、今年の新色がですね、こちらが MC グリーン、今回の新色です。オリーブとかよりちょっと明るめ、な、グリーンですかね。デニムとの相性はすごくいいんだろうなと思います。これともう一色、こちらがフェードブルー、これ2024年の新色、今回の限定カラーになるんでしょうかね。でこちらのフェードブルーがもうちょっとくすんだ色合いなんですが、ちょっと明るく見えてますかね、画面だと。ちなみにネイビーと比べますと、こちらがネイビーなんで、それより少し明るい色合いになってます。こうやって比べると分かりやすいかな。なかなか渋い雰囲気です。
で、襟元ちょっとご紹介するの忘れましたけど、トリプル、あ、これはバインダー止め、しっかりとしたバインダー止めになってて、結構最初カチッとしてるんですが、洗うとちょっとこう緩く広がるって言ったら変かな、少し緩くなって前下がりになってくるので、あの襟元のバランスも洗って着込んでいくといい感じになってきます。ただこうベロンという感じはないので、しっかりとしたこのバインダー止めの襟元の何ですかね、丈夫さというか、カチッと感って言ったら変かな、あのしっかり感でいいでしょうか、しっかりとした感じあのそれはあのキープされます。あんまりこうヘロッとしたのがあの好みじゃないって、着るとちょっとヘロヘロッとするのダメっていう方には、ビハウスのこの辺の T シャツはいいと思います。あまり重たくなく厚すぎず、なかなかいいですね。ボリュームもいいです。まあ毎年あの色をあの買い足される方、あるいはもう毎年あのどうしてもあの T シャツサラダに着てガンガン毎日のように洗うから、あの傷むのも早いので買い替えなんていうので、結構毎年これはあの人気でよく売れていきます。今年ちょっと値上がりしたんだけど6400円消費税、です。ちなみに僕で昔は M ジャス M を着てたんですけど、もう M だとちょっと着丈短いかなって思って、最近は僕は L を着るようになりました。はい、そうですね、ポケティウェハースの T シャツ全部僕は L サイズを着ています。まあ好みなんで、ジャストで着たい方は僕ぐらいの体型でも M を選ばれる方もいらっしゃいますし、その辺はお好みで。さあ、じゃあどんどんあるので、ちょっとだけ片付けながら次に進んでいきますね。ウェハースの T シャツ着たことない方は、ぜひこの4601のポケティ、まあ、あと、ヘンリーネックも当店扱ってますし、あとフリーダムスリーブの T シャツもあの扱ってます、全部無地なんですけど、あとプリントが若干あるかな、その辺はあの当店のホームページ、ウェハースのところを見ていただくと、どんなのを扱ってるか確認していただけますので、ぜひご覧になってみてください。本当いいですよ、色出しがね、やっぱりウェハース上手です。で、意外にこの丸胴の T シャツってあの毎年出てるから、まあ簡単に作れるんだろうなって、ウェハースいっぱい出してるから、毎年ねプリントもいろいろ出してるんで、結構簡単に作れるかなと思われると思うんですが、この無地の T シャツ意外に作るの難しいんです。あの安定したそのサイズバランスも含めて、サイズ感っていうかな、バランスも含めて意外に難しいんですけど、毎年しっかりと作ってこられるので、もうすごいなと僕なんか思ってます。本当すごいいい T シャツですね、はい。4601ポケットティウェハースのプレーモデルのご紹介でした。どんどんいっちゃいますね、どんどんいっちゃいますね。続いて年1回、毎年年1回のリリースになってしまってるんですが、ダッパーズが、グルーバー、サングラスメガネで有名なあのグルーバーですね、グルーバーに生地別注、そのフレームの、カラーというかな、素材別注を しているモデルが あって、今回はドール、あのモデルドールという形のサングラスが、入荷しました。1年ぶりかな、ね、毎回あの年に1回の入荷なんですが、
その時その時で、モデルになる形が、少し違ってくるんですが、結構ドールは一番かけやすいバランスのいい、形だと思います。ちょっとモデルを、これが、ダッパーズとグルーバーのダブルネームのサングラスです。これ僕どうしよう、これ青いシャツ、ちょっと待ってください、白と被ると見えづらいかな、どうかな、青の前で見た方が見やすいかな、この方がフレームのカラー見やすいですか、白の方が見やすいのかな、見えます、フレームのカラー、ちょっと白の方がフレームのカラー見えやすいですかね、見やすいですか、ちょっと T シャツに白の T シャツ着てるからちょっと白の T シャツちょっと着ちゃいます。ちょっとあの白 T の前で、でこれがドールです。まあ、あの幅もこの幅もそんなに広すぎることもないし、重さも結構軽めのサングラスです。でこれ色にもよるんですが、ここのテンプルのところにこの柄が浮き出るような感じだったり、あ、そうそう、一番のポイントは、ダッパーズとのコラボはここにノーズパッドが、ピンクパールのノーズパッドが必ずつくんですね。通常のモデルにはこれがないです。で僕これサングラスじゃなくて、レンズを土入りのメガネ用として、まあ、レンズを入れ替えて使ってるんですが、このノーズパッドがなかなかいい感じで鼻のところにフィットしてすごく使い勝手がいいです。僕このタイプはメガネとして愛用してます。あとサングラス、土入り変更レンズ入れて釣り用のサングラスとしてもこのフレームを使っています。あ、白のが見やすいです。あ、よかった、よかったです、ありがとうございます。毎回すいません、ありがとうございます。で、このグルーバーとダッパーズのダブルネーム、そのグルーバーっていうブランド、初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんですけども、国内のメガネブランドで、フレームブランド、メガネブランドって言ったらいいのかな、自社工場で全ての工程を行う、メイドインジャパンの、秀逸なサングラスです。一番はやっぱりフィット感でしょうかね、かけた時のそのフィット感、この鼻もそうですし、耳のところも全部そうですけど、やっぱ違和感なくスッとかけれる、まあ、それが一番、まあ、難しいことだと思うんですけど、とてもフィット感がいいメガネです。で価格も、これで 3万4000円に消費税なので、まあ、そんなに今のサングラスの中では高い方じゃないですね。で素材は、これなんだろう、アセテートかな、アセテート、フレームの素材はアセテートですね。でカラーをじゃあちょっと一本ずつかけながら、ご紹介していこうかと思います。どうしようかな、じゃあ順番で、僕が参考になるかどうかですけど、まずこれブラックです。でレンズのカラーはそれぞれに違います。ちょっと映像で確認していただくと、でこれがブラックです。でブラックの場合はこのテンプルの内側の柄は見えませんが、まあ、ベーシックで一番使いやすいカラーではないかと思います。僕が黒をかけるとこんな感じですね。幅もすごくフィットするし、しっくりくるし、普段用もう本当サングラスとして、あるいはもうメガネ、普通にレンズを変えてメガネとしてもおすすめのカラーです。まあ、これは外せないですね、ブラック。
で続いて続いて渋いねえ、でもすごくいいですよ、ありがとうございます本当はこうカラーだけをお見せしようかなと思ったけど、かけた方が分かりやすいかなと思って、ちょっと5色、今回5色あるんで、あららら、お子さんとお風呂に入らなきゃ。うん、これ一番大事なので、あのまだ後でゆっくりあのアーカイブご覧になってください。まずはあのお子さんとお風呂楽しんできてくださいね。これがブラウンデミ、あの別光柄と言っていいんじゃないですかね。別光柄ですね。こんな感じ。このレンズ昔からあの使ってるレンズですね。もうベーシックなカラーです。これもいいんですよね、もう間違いない。こんな感じ。ノーズパッドあるとまた全然違います。このノーズパッドが本当にいい仕事をしてくれます。さあ続いて、今回の中でこれは一番あの新しい、今までなかったフレームカラーじゃないでしょうか。笹柄、ベージュ笹、一番最初に僕お見せした色ですね。ちょっと横にこう柄が入ってるような感じので、で内側からくるノーズパッドのピンクパールのノーズパッドも、もうすごくいい感じにマッチしています。でサイドは、中の芯が見えますね。これ柄が、テンプル芯がちょっと柄見えますかね。このテンプルの芯のところもこう透けて見える感じもちょっとおしゃれですね。早速かけてみます。うん、いいですね。僕これあの早速これ1本もう購入して、このままサングラスで使うか、まあでもおそらくタレックスかなんかの変更レンズに変えるかな、釣り用で。あるいはちょっともったいないから、あの釣りで使うとすっごく傷つけたり、結構頭のここのところにこうかけたまんま釣りしてたりして、結構サングラスなくすんですよね。ほんと1年に1個とまでいかないけど、しょっちゅうなくすので、あのメガネにして使おうかな。これすごい、ちょっとこれおすすめです、個人的にブラウンとベージュササです。で次がこの色も初めてかな、今まで。あ、ありがとうございますえーっと次がクリアースモーク、クリアースモークです。スモークちょっとこうあのライトブラウンと言ったらいいんですかね、まあ、クリアーにちょっとブラウン系の色がプラスされたような、ちょっと渋めの色合いです。これもいい色ですね。ちょっとかけてみますよ。こんな感じ。もう渋くていいですね。もうサングラスとして、もう本当メガネとしても結構使っていただけると思います。これクリアのレンズにしたら結構渋くてかっこいいんじゃないかな。おすすめです。で最後にこれが最後のカラー、クリアレモンありがとうございます。でも皆さんこのサングラスは、お似合いになります。あの顔 の, あの形とかそういうの全然なく、皆さんあのこの、ドールは、お似合いになりますよ。
そう、フレームの色はですね、ちょっと変わった色合いもあるんですけど、最近やっぱクリア、このクリアレモン、この今からご紹介するクリアレモンなんかもすごくよく売れるカラーで、前はちょっとこう抵抗がある方も多かったかもしれないけど、こういうのがどん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 やっぱり動くようになったというか、つけてくださるようになってるんで、これ普通にメガネとして使ってらっしゃる方もすごく多いですよ、こういうクリアレモン。でさっきご紹介した、ベージュササとかブラウンとなんだっけクリアスモークなんかはそれをさらに渋くしたような感じで、着用シーンの渋い着用シーンなんかもイメージして作ってるんだと思います。うん、このクリアレモン、夏色と言ってもいいかもしれませんね。ただこれレンズのカラーをクリアにすると屋内でも普通にかけれるような、仕事用としてもかけれるような渋い雰囲気に変わります。このレンズカラーが変わるとですね、また全然違ってきます。クリアレモン、なかなかこちらもおすすめです。これもテンブルシンが、透けて見えますし、ノーズパッドとの雰囲気もすごくマッチしています。カラーは、以上です。で、全ての商品にグルーバーのメガネケースがつきます。それとダッパーズのセリートメガネ拭きですね、ダッパーズのメガネ拭きがつきます。もうダッパーズのもうちょっと大ぶりなキャスケットにワークシャツがついてます。サングラスなんか一本欲しいなこの夏っていうお探しの方、あるいはまあちょっとメガネのフレーム新調しようかなっていうお客様、全ての方に今回のドール、ダッパーズとグルーバーのコラボ仕様のドールはおすすめです。すごく使いやすい。そうなんです、メガネ拭きもなかなかなんですよね。もうダッパーズらしいいいモチーフが書いてありますね。今回の、僕何個かダッパーズが、グルーバーにその生地別注したサングラス、何本か持ってますけど、ドールが一番使う頻度が高いかな。軽いですし、フィットはどれもいいんですけど、軽い、あと大きさも手頃っていうのもあって、一番使いやすいかなと思っています。おすすめです。グルーバーとタッパーズのダブルネームサングラスは以上です。次はもう2025年の今ぐらいの時期の入荷になると思うので、もうおそらく形がドールじゃなくまた違うやつ、違うモデルになると思いますから、お探しの方は今回のドール、ドールはおすすめです。1年に1回しかこのダブルネームは入ってきませんので。さあ、続いて、いきますよ。どんどんいっちゃいます。次はウエストライド、ウエストライドって言うともうバイクのイメージが強いなって思われる方もいらっしゃいますが、バイクのギアはもう飛び抜けてやっぱりいいものを作ってらっしゃるんですが、普段にも、普段使いできる本当カジュアルウェアとしての T シャツだとか、パンツだとか、いろんな帽子も含めてですね、さまざまリリースしています。で、まずは、毎年大好評のプリント T シャツですね。
オリジナルヘビーウェイト14番コットン T シャツ、こんな感じですね今年は。14番っていうのは糸の太さなんですけど、結構ヘビーな、ボディです。うちにあるボディの中では、当店にあるボディの中で一番ドズメでヘビーなんじゃないかな。あ、テイク&サンズ、テイク&サンズのポケティがもうなんつってもごつくて厚いくて、まあサイズはゆったりとしてるんですが、通常の T シャツのサイズングのものの中ではこれが一番、タフで厚いかな。で、襟元はトリプルのバインダーになってまして、この T シャツウェハースと違ってサイドにこの縫い目があるんですが、実はですね、これ見た目には分かんないほど手間がかかってまして、一回その筒状に釣り網機で、丸胴に仕上げてから再度割ってここを縫い直してるんですよね。なんでそんなことするのって思うと思うんですけど、そのウエストライドではこのプリントのバランスとか、こういう入るプリントのバランスが歪んだりするのがちょっと良しとしないところがあって、まあそれはそれですごいなと思うんですけど、きっちりとプリントが所定の位置にきっちり入ってるところがいいなっていうことで、あえて丸胴をに仕上げたものを再度割って縫製をかけてボディを歪みなくしっかりとキープさせるようにしています。でなおかつこう割った時に裏に縫製のこういう縫製こういう縫い目が出るわけじゃないですか。こう裏に縫い目が出るんですが、これがあんまりにもこういっぱい出ると肌に触れてチクチクしたり不快になるのがちょっとダメじゃないっていうことで、ここをきれいにカットして肌触りをの良さをここでもキープしてるんですよね。そこまでしますっていう感じなんですけど、 しちゃうんですよねウエストライド。なので、さらにウォッシュして、納品してくれてますので、サイズもこのままキープされます。すっごい T シャツですよね、そう考えると。で6600円消費税、プリント入ってですよ。これはすごいなと思います。で毎年やっぱりタフな T シャツなので、ヨレヨレになることもないから、色がもう冷めるぐらいまで全然着れちゃうので、毎年この T シャツをお求めになる方が結構いらっしゃいますね。なかなかやっぱりここまでの T シャツはないと言ってもいいかもしれないです。で柄がですね、今回は2柄用意してまして、そうなんです、ここまでやるかっていうぐらい T シャツに労力をかけてるウエストライド、ほんとすごいなと思います。まずこれが今回のはザ・ハート・オブ・ロングライダーっていう柄ですね。胸にワンポイントと、背中にドーンとバックプリントが入ります。これがブラックですね。まあ、今回の2024年の春夏をのモチーフというか、テーマに沿った T シャツの一つですね。まあ、なかなかナイスです。でまず外せないブラックですね。ブラックにベージュのプリントで、続いて、こちらがホワイトにレッドプリント、まあ、これもなかなか爽やかでいいです。ホワイトにレッドですね。
でもう一色あ黒はあちょまず色を紹介してからサイズをご紹介しましょうか。でこちらが、チャコールグレー、もう押しかけてますんでね、あのフェード感も、まあ、いい感じというか、まあ、色出しが上手、ウエストライド色出しも上手なのでなかなか雰囲気ある T シャツに仕上がってます。チャコールグレーにレッドプリントで、チャコールグレー、こちらは、38、40を用意しています。僕173、60、今日90弱ぐらいですけど38がちょうど、これで38のボディですかね。うん、38ボディなんで、まあ、38で僕ちょうどいいくらいです。でチャコールグレーが38、40の、まあ、ML、38M、40L ぐらいに考えていただくといいですね。白も同じように38、40ML で、ご用意できます。でもう一色ブラックはブラック、こちらは、ML、LL、38、40、42、 ML、LL サイズをご用意しています。ぜひご検討ください。とにかくタフで着心地が良くて値段も手頃っていう T シャツを探してらっしゃる方はウエストライドおすすめです。無地がないのでプリントになりますから、プリントの好みもあると思いますけど、ウエストライドはそうです、ウエスタンリバーさんが、企画生産しているブランドです。それを、全国どのぐらいあるんだろう、20何店舗ぐらいに卸しをされてるんですね。なのでお店でも実際、ウエスタンリバーさんでももちろん販売しているので、その時にお客さんに提供しやすい価格というところですごく努力されていると思います。ものづくりはピカイチです。すっごい手抜きしないものづくりはすごいなと思います。続いてもう一つの柄、ロングトリップという柄で、このサンダーキャットくん、なかなかナイスなキャラクターなんですが、彼がヘルメットかぶって、CC バーを持ってる柄で、なかなかポップで面白いです。この尻尾がなかなかナイスですね。まあ、顔もそうですしねこれ前後プリントです。これ前後ろ同じプリントです。で、こちらは白が、38、40ML サイズですね、ご用意できます。うん、上越のウエスタンリバーさんは上越のお店です。そうです。今もう新幹線も東京からあれなんだし、北陸新幹線かな、でピューって行くと上越駅もありますし、まあ、関越道をビアと走れば近いですしね。アプローチは結構いいんじゃないでしょうかね。山形よりこ行きやすいのかな、東京あたりからだと。山形新幹線も東京駅からだと2時間半は電話行かないかな、3時間かからないぐらいで山形まで来ます。高速だと東京から4時間ぐらいかな、もうちょっとかかるかな、約400キロぐらいだったような気がします。僕あんまり車運転すると止まらない人なので、ノンストップでビューッと行けるだけ行っちゃう人なので、4時間ぐらいで東京から来ますが、商店街、ウエスタンリバーさん商店街にあったのはだいぶ前で、今郊外の方に移ってますよ。だいぶ大きい建物、1000坪ぐらいの敷地にドーンと建物建ってます。山形、うん、これから例えばさくらんぼの季節になります、まあ、6月後半ぐらい、半ばぐらいからかな、後半ぐらいかな、さくらんぼの季節になりますし、今から桜終わって新緑の季節になって、さくらんぼって今から春はすごくいい時期なので、ぜひいらしてみてください。
山形ぜひいらしてみてください。まあなんか温泉に行く、まあなんか旅館泊まってみる、まあスキー、あの冬はスキー来られるとか、あとは渓流釣りしてみようかなとか、まあいろいろあの遊ぶところいっぱいありますので、あの自然と遊ぶにはすごくいいと思いますね。あのぜひいらしてください。ああさくらんぼ狩りね、さくらんぼ狩りいいですよ。僕はあんまり、まあ地元なのでさくらんぼ狩りまで行かない、行ったことないけど、佐藤錦とかね、ぜひぜひ。佐藤錦うまいですね。あと今紅秀峰、僕は紅秀峰が好きかな。佐藤錦よりちょっと大ぶりなやつね。あともっと大玉な500円ぐらいのやつ出てるみたいですけど、あれなんて言うんだっけ、名前忘れちゃったな。でも紅秀峰、佐藤錦もいいけど紅秀峰ってもう一回り大きいあののがあるんですよね。友達のあのストーさんっていうあのさくらんぼ農家さんいらっしゃるんで、ホームページのリンクはすぐ出せないもんなあのぜひ、山形遊びに来てください。あ、新潟のご出身なんですね。あ、そうなんですね。うん、なかなかいい場所です。東北も新潟もあのツーリングしに来られるには、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。で、ロングトリップ、サンダーキャットをモチーフにした T シャツ、これブラックですね。これが ML3845 用意できます。アルケッチャーノっていうのは山形市内ではなくて、ここから車で1時間半ぐらい、こう山形市内って内陸の方にあるんですけど、日本海側の鶴岡っていう市があるんですね、庄内なんですけど、そこですね、アルケッチャーノは。はい、ここから1時間半ぐらいです、車で。ガッサンっていうところを通って、あの山を一つ越えると行けます。いろいろご存知ですね。アルケッチャーノ本当世界的に有名みたいですね。なんか山形の観光案内みたいになってきましたけど行きたいところだったら、あのここちょっと気になるよみたいな、山形ここ行ってみたいんだけどっていうのがもしあればですね、聞いてください。ぜひ。結構都内とか、まあ、展示会場とかで言われるのは、銀山温泉はよく聞かれますかね。銀山温泉どうとか聞かれますよ。鶴岡はサッカーの遠征でよく行きましたそうなんです、サッカーされてたんだ僕も、まあ、たまにしか鶴岡の方はね行かないですけど、もうお客さん結構来てくださるので、はい、冬はどうしても山を越えるのが大変ですけど、今からの時期だともう月山という112号を越えていくところも、そうですね、5月ぐらいになると、まあ、あの町の桜が終わると、山の方で新緑が始まって、まあ、雪が溶けて新緑が始まって、その新緑の緑の中に山桜がポツンポツンと見えるようになるんですね。それがなかなか綺麗ですよ。新緑と山桜はぜひあのご覧になっていただきたいと思いますね。もう本当田舎というか山にいるというか、まあ、山形とか、まあ、そういうところで暮らすとそういう景色はまあ普通に見れますからね。ぜひぜひ。高畑ワイナリー、高畑ワイナリーはこっからね20分南の方に米沢の手前なので30分ぐらいかな、高畑ワイナリーは。はい、あの 高畑ワイナリーはあの結構近いですよ。なんか試飲も結構できるみたいだし、なんか面白いってお客さんおっしゃってました。はい、飲み放題がある、なんか飲み放題があるらしく、ただ
ね、車を運転するとなかなかなんで、あの運転手、お酒の飲めない友達とか、まあ、全然飲まないとあの方と一緒に行かれるのがいいかもしれません。さくらんぼは天童市盛んですよね。うん、あの東根が一番有名です。あの佐藤錦とか、含めて東根が発祥になってて、で東根っていうのは山形の山形市内、山形市地図見ると山形市内の上が天童市で、その上に東根市です。で、山形の隣に寒河市っていうのがあって、寒河市と天童もくっついてるんですけど、東根、天童、寒河あたりがあのさくらんぼの産地ですね。結構そっちの方行くと、もう今ちょうどいろいろなんか果物はさくらんぼはじめ、忙しい時期みたいで、あの剪定されたりいろいろなんかされてます。あと毎年霜の被害が大変みたいで、その対策にも結構追われてるみたいですね。もう農家さん本当に今大変な時期だと思います。将棋の駒日本一、うん、将棋はなんかすごい有名ですけど、僕将棋しないから分かんないけど、なんか王将戦な、何戦だったかな、ローリングダブトリオの社長、あの代表の徳永さんが、将棋を好きでなんか山形に来られた時に、なんか王将戦かなんかされる天童ホテルだったかな、なんか泊まられて、なんかいろいろお話をしてくれましたね。本当皆さんよく知ってますね。ウエストライドの T シャツ、ちょっとあの山形観光情報がかなり挟みましたけど、ウエストライドの T シャツをババッとご紹介しました。ぜひホームページの方でもチェックしてみてください。で、続いてウエストライド、もう一個いきますよ。ウエストライドの新潟の地の利を生かした、新潟は本当ニットの産地でも有名なんですが、ウエストライドが結構あの夏も冬もあのニットを展開していますが、このパンツはコットンニット、コットン100の糸を使って織り上げたニットパンツですね。でウエストライドらしくラグ柄の織りになってて、色合いがちょっと渋めです。で肌触りもすごくいいんですよね。裏地をお見せできるかな。裏側もこんな感じですごく肌触りがいいです。でこれで 19,800 円で出してるんだ。18,800円、うわちょっと奇跡の価格じゃないかな。腰回りは、ゴムが入ってまして、スピンドルで絞れるようになってます。さらにポケット、後ろのポケットがボタン付きのポケットと、肩玉の肩玉口のポケットが2つ。で裾は、リブ仕様になっています。リブ仕様で全体的に、ももは比較的渡りがあるんですが、裾がシューッとシューッと細くなって、例えばですね、エンジニアブーツをサクッとこう合わせたりするにもすごく履きやすいです。でニートなので着用によってちょっとこうパッと見すごく細いし、履いた感じも最初は細いんですけど、履いていくとこう着用によって生地がこう伸びてきて、いい塩梅のバランスになっていきます。これはなかなかいいと思います。で当店では、ウエスト32と34を今在庫あるんですが、32でだいたい、まあ一番縮んだ状態で72ぐらいだから、80、まあ、伸ばすと80ちょいぐらいあるのかな。僕ウエスト78で、32がちょうどいいです。34より32の方がウエストがいい感じですね。ジジイには厳しい柄っすね。
そんなことはありません。まあまあ癖は強いかもしれないですね。あの好き嫌いは結構出る柄ではあるかもしれませんが、これの無地ってないもんな確か、まあ、無地があったらあったでね面白いのかもしれないですけど、このウエストライドらしいラグ柄です。でもう一本34はウエストが76から84ぐらいなのかな、なので32でまあ32履いてる方は32ぐらい、34だとまあ33、4ぐらいのウエストのサイズの方でいいんじゃないでしょうか。32で大体3132ぐらいカバー、34で3334ぐらいのカバーって感じですかね。 M、L っていうふうに思ってもらうといいと思います。こんな感じ。で、もう一つウエストライド、まだあるんだな、ウエストライド、ウエストライドから、シャツが着てたのは、プレワーアーミーシャツ、戦前のアーミーシャツをベースにしたシャツですね。ちょっとごめんなさい、先にこっちをご紹介するはずだった。こちらです、シンプルなワークシャツのような感じに見えますが、いろいろあの素材から何から特徴があります、ちょっと着てみますね。これをアーミーシャツ、戦前の、US アーミーのデニムプローバーシャツ、よくデニムのかぶりのシャツで両サイドに長方形の長方形のパッチがついた、シャツが ありますよね。デニムのパンツとのセットアップになるやつ、あれを同じくらい同じくらいの年かなじゃないかな57だっけ、57です。それをですね、前開きにして、アーミーシャツを前開きにして、なおかつスナップ止めにして、でポケットは両サイドここで入ります。で袖口もスナップ止めでアジャストできるようになってますねあらら、僕より全然若いじゃないですか全然トライできる年齢だと思います、で最大の特徴は、まあ、こういうデザインのアレンジはもちろんなんですが、素材がですね、ウエストライドのウィンドブレーカーとか、まあ、レインウェアとかに使われているサフレックスナイロン、耐水性が非常に高いで透湿性もあるサフレックスナイロンを使っているのが一番の特徴です。でこのサフレックスナイロンですね、ナイロンの特徴である、こうなんていうのかな、光沢感とかシャリシャリ感っていうのをなくして、まあ肌触りも何かな、綿コットンライクというのかな、綿のような雰囲気、快適な肌触りなんですよ。本当素肌に着てて全然違和感ないです。これナイロンなのって思うぐらいの快適な着心地、肌触りです。柔らかさもありますし、でなおかつ、まあ、素材ナイロン素材で速乾性もありますから、夏場さらっと T シャツの上に着てもうそのまんま、使えますし、例えば水遊びする、僕なんか釣りする時なんかは濡れてもすぐ乾くんで、もうそういう水遊びとか、まあ、アウトドア、ただナイロンなので焚き火とかの火には弱いからそれだけは注意は必要ですけど、結構いろんなシーンで使っていただけると思います。なかなかいいシャツです。軽く羽織っていただいてもいいでしょうし、全部こうやって閉じて着てもいいと思います。
スナップというのはボタンと違ってね、快適にパン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 とできちゃいますしね、まあデザイン的にはあのサイズ的にもなかなか着やすいんじゃないかと思います。で僕今着てるのが 38T シャツの上に着て38だと思う、本当ちょうどいいぐらいの感じでしょうか。そうそう、先ほどちらっとご紹介したこれをこの下にというこのニットロングパンツ、こういう風な感じで合わせて足元エンジニアとかこれに履いたらめっちゃかっこいいです。あ、この格好確か僕もうこの商品のホームページで、着画撮って掲載ページにも掲載してます。この黒のシャツにラグ柄のコットンニットパンツ履いてエンジニア履いてる着用画像ありますから、ぜひご覧になってみてください。ちょっと新品履いてたら少し写真で見るとかなり細めに見えるかもしれないですけど、まあ、履いていくとあの生地に伸びてきていい塩梅になります。これがブラックですね。お、須藤さん、さっあの須藤さん、さっきさくらんぼの話になってたんですあの須藤さんのところのアドレス載っけようかなと思ったけど、そのアドレスが分かんなくてですね、ごめんなさいあのインスタで紹介しようかな。なんか後で皆さん、あのこの須藤、今ご覧になっていただいた須藤フルーツファームさん、僕があの毎回さくらんぼお願いしているところですめっちゃうまいですから、めっちゃうまい、めっちゃ美味しいです。でもう一色、こちらがオリーブです。で こちらちょっとゆったりめに、40を着てみました。なんかこのぐらいだともうちょっと中にあの T シャツ1枚じゃなくてもっと着込めますね。ゆったりしたサイズ感になります。このぐらいで着ても全然いけますね。これはオリーブ、ちょっとヴィンテージテイストなその US アーミーのこのポケット、左右のポケットのデザインをうまく利用して全部前スナップ止めの前開きにして、で袖口もスナップ止めのアジャストできる仕様にして、まあ、作りは至ってシンプルとはしいえしな、もう素材感と素材の良さを最大限に生かしたシャツではないかと思います。本当軽くて速乾性があって肌触りも良くて、耐水性もあって、うん、本当ウエストライドらしいあのシャツです。これはいろんな、アウトドア、水遊び、まちぎとしてさまざまなシーンで使えます、おすすめです。まあ、デニムにも普通に合いますからね。普通にベーシックな、ファイポケットのブルーデニムとかにも合わせていただければと思います。ほんと実用的です。これで 19,800円に消費税なんで、もうほんとウエストライドのものづくり、素材選びの良さ、素材使いのうまさ、あと全部ダブルステッチでしっかりとあのタフな縫製になってます。この辺ももう手抜きなしなのでぜひ試してみてください。あ、そうだそうだ、これ着たまんま最後にウエストライドの最後に帽子があります。帽子、ウエストライドの定番って言っても今回で2シーズン目なのかな、帽子があります。アーミーニューアーミーキャップ、アーミーキャップ、あのここ通常はねこういうアジャストがないタイプのこうアーミーキャップあるじゃないですか、デニムのアーミーキャップ、これをちょっとアジャストできるような仕様に変えたモデルですね。
でもちろんツバは可変する、ツバ芯が柔らかい可変するタイプです。でフリーサイズ、ここでアジャストできるんでフリーサイズです。でここコットンのテープとアジャストできるダブルリングでシンプルな作りにはなってるんですけど、なかなか使い勝手がいいですね。よいしょ、こんな感じ、こんな感じですかね。こうやってかぶっても全然いいんですけど、ちょっとこう曲げてこんな感じでかぶってもらうのが僕の中ではこのシャツとの相性もすごくいいと思いますね。でこちらがデニムです。ブルーデニム、ブルーデニムです。で、続いて、同じ形なんですけどテープの色がヘリンボーン、これボディがヘリンボーンのオリーブで、それにコットンテープもオリーブに合わせてあります。ダブルリングありがとうございます。でもこの帽子はみんな似合います。この帽子似合わない人いないと思うぐらいみんな似合います。チョッパー乗りみたいに見えますね、チョッパー乗りこんな感じかなまあこれにエンジニアとか履いたりスニーカー履いたりとかするとね、チョッパー乗りにも見えなくはないかなまあウエストライドさんのバイクのイメージがね、パンヘッドチョッパーのイメージが強いですからね。まあこんな感じで、オリーブのヘリンボーン。続いてもう一色ありまして、こちらが、ベージュのヘリンボーンかな、ベージュのヘリンボーン。ちょっとこの色な、少し僕こうオリーブにこのカーキというかベージュも好きなんですけど、ちょっと枠感もあってなかなかナイスな色合いです。どれをとってもベージュヘリンボーン、オリーブヘリンボーン、そしてデニム、どれも合わせやすいのでおすすめです。で価格がこれで8800円に消費税、うわ良心的だ。サイズはだいたい57センチから67センチぐらいの等位の方で対応できます。まあほぼフリーサイズと思っていただいていいですね。3色ご用意できます。いかがでしょうか。ボバタイプの方が好きです。そうですね、クラシックな感じはやっぱボバの方が、お好みがお好きな方多いかもわかんないですね。僕のバイクももう全然乗ってないですけど、ボバスタイルですね。まあ、チョッパーね、マフラーキュッとかち上げてチョッパーっぽくしてるボバーも好きですけどね。まあ、その辺はもうお好みでっていう感じで。バイクはいつ乗りまた乗り始めるのかな。かみさんが乗りたい言ってですけど。また乗り始めたら、うわバイクまた乗り始めたってちょっとまたその時はまたお知らせするというかインスタとかに上げることになると思うんですけど、まだしばらくは復活しないかな、すいません、ウエストライドの編みキャップをご紹介しました。でこれでウエストライドの新作は以上ですかね。まあ以上ですね。で続いてコロナ、そうそうコロナ、コロナのパンツが入ってきています。そういえばバイク乗られてるんですよね、ツーリングされてたって言ってたんで、ボバスタイルで乗られてるんですか。まあもし時間があったらコメントください。すいません、コロナの
コロナブランドのパンツ、ニュージャージっていう品番なんですけど、ちょっと太めのパンツで、またゆったりとした渡りから裾にテーパーしていくような、まあ、ワークパンツと言っていいのかな。ちょっとバギーシルエットのような感じのワークパンツですね。お尻も股上もしっかり取られてて、後ろ身も結構大きめなポケットに、このアジャストが腰についてまして、でこのパンツはですね、このヨークがなかなか、ここがヨークがついてるんですよね。ここにヨークがついてるんですけど、これがまたまた特徴的で面白いですね。でフロントはジッパーで、コロナお得意のこうステッチに赤を使ったりとか、ポケットにこれはタイプライタークロスのかな、ブラックウォッチのチェック柄を使ったりとか、ちょっと見えづらいですけど、バックポケットの力布もバックタイプライタークロスのブラックウォッチを使ったり、ここですね、力布って、このステッチの下で破けないように補強してる布なんですけど、を使ってあったりと、いろんなところにですね、コロナの特徴的なディティールが見えます。あとはですね、生地ですね。今回のニュージャージーの生地は、リーバイスの701だったかな、901だったかな、リーバイスの701の11オンスデニムをリプロダクトしているので、通常 のベーシックな14オンスのファイポケットデニムに使われているカチッとした生地とは違って、ちょっと柔らかなドレープ感の出るようなライトオンスの生地です。で色合いも少し青みがあってですね、僕こういうの好きなんですよね。ちょっと後で履いてみますけど、ちなみにこのニュージャージーっていうのはブランド初期、もう本当に2006年からコロナされてるんだけど、その翌年くらいからあるのかな、もうだいぶ前から あるなって思って見てるんですけど、なんか最近見るとこのシルエットとか、全体的なディティールがなんか時代にマッチしてきたのか、すっごくよく見えるようになってますし、人気も以前よりもぐっと人気が高くなっています。で全てワークパンツらしく、こっちはダブルの巻き縫いかな、巻き縫いですね。でこっちは割ってありますね。前はトリプルステッチとかだったんですけど、今はこうやって割って耳を見れるようにしてあります。なんか僕の説明でトリプルステッチって書いてたかもしれないけど、結構ファイポケットのデニムに近いような感じのワークパンツに仕上がってます。ちなみにこれライトオンスデニムの他に、ホイ色、ホワイトのカツラギもあります。これカツラギだったかな、ドリルだから、そうですね、でオーガニックコットンを使った、ナチュラルホワイトのカツラギがあります。今このナチュラルというか白のワークパンツが結構人気なので、これももう残り確か M1 本だけになってると思うんですが、バニーっぽい、こうバニーっぽいというかゆったりとしたワークパンツっぽいシルエットで、こう、まあ、もう渡りの太いところから裾にコロナらしく綺麗にテーパーしていくラインがすごく履きやすくて綺麗です。なんかボリューム感というシルエットというなかなかナイスな、パンツです。で、こちらはタイプライタークロスの赤のチェックを使ってたりして、ちょっと洒落てますね。で、糸はネイビーを、縫製紙はネイビーを使ったりして、この辺もおすすめです。まあ、形は一緒ですね。ワンウォッシュ、すべてワンウォッシュ製品です。ヨーク付き、あとはこのリベット、この
UFO 型のリベットがなかなかこうワーク感を演出してくれてると思います。さあじゃあデニムを履いてみますね。ちょっとだけ待ってください。今着替えてきます。お待たせしました。ニュージャージーのライトオンスデニムを履いています。11オンスメンフィスコットン、701セルビッチインディゴデニムというモデルなんですけど、ライトオンスなシルエット、生地とゆったりとした、バギーシルエットといったらいいのかな、ワークパンツシルエットといったらいいんでしょうか。ワークパンツとどちらかというと膝渡りが太くて膝で裾もズドンとこうまっすぐ太い感じのイメージなんですが、このパンツは本当に適度に緩くテーパーしていく、もう本当バギーパンツ、 今の流れに合った、バギーパンツのような感じと言っていいんでしょうか。すっごく履きやすいし綺麗なシルエットです。これ僕 M サイズ、履いています今。でバックストラップも絞ってはいますけどベルト履きです。こんな感じのベルトバキで、M でウエストがだいたい直線 ×2、 平置きの直線 ×2 で 83.5L で 88.5 ぐらいあるから、まあ、だいぶゆったりと腰回りはありますね。M でどのぐらいかな、33ぐらいかなぐらいのウエストサイズぐらいだと思ってください。股上も、深いので腰骨よりも上の位置に来るのでよりこうウエストの余裕は出てくると思います。僕大体ウエスト78ぐらいなんで、まあ、3M で十分ゆったりと履けます。どうでしょう。でちなみに、これは、サイズが ML サイズ今ご用意できます。ホワイトのナチュラルホワイトの色違いのこちらの方が、M サイズのみ、まあ、履いた感じのシルエットは全く一緒です、ですね、デニムとホワイト。ちょっとこれはなかなかいいシルエットのパンツなのでおすすめです。それともうどんどんいっちゃうんですが、コロナの、定番のこちら14オンスのデニムになるんですが、W05、CP005 かな、W05 番というファイポケットがあります。これが何をモチーフにしているかというよりかは、自分たちの履きたいバニーシルエットのパンツを作っちゃおうということが最初のコンセプトで、全体的なその生地はコロナが全体的なシルエットは、ディティールはシルエットじゃない、ディティールはファイポケットですね。ベーシックなファイポケット、フロントジップコインポケット付きのファイポケットですね。でフロントは、42タロンかな、グリッパーかな、これグリッパージッパーかな。で、生地はコロナが創業当時からやっている岡山さんの14オンス、岡山で織っている14オンスデニムですね。
耳付きの14世帯、こちらを使ってるんですが、このバギーシルエットなかなかいいんですよね。他になかなかない。でこの W005 番も欠品してたんですが、再入荷して ML サイズがご用意できます。でシルエットに関してなんですが、今履いている、僕が履いているニュージャージーのシルエットと、この W05 番のバニーパンツのシルエットは、ほとんど一緒です。ほとんど一緒、こんな感じで履けるんですね。ただ W05 番の方が、生地が 14.5 オンスとちょっと肉厚なので、少しボリューム感が見えるかなっていうぐらいですね。で後ろの仕様がちょっと違う、ポケットとかも違うので、まあ、一概に全く同じように見えるかって言われると、こっちの方がちょっと太めに見えるかな、もしかしたら。ただお尻の感じは5ポケットなので、どうだろう、まあ、その辺はちょっとお好みが出るところかもしれません。この W05 番すごく人気なんですよ。シルエットがいいからっていうのもあるし、色落ちも楽しめるっていうのもあるんですけど、でもちろんこう耳がついてるんで、ロールアップして履いてもらったりすることもできます。これが再入荷ですね。でちなみに今僕が履いているこの同じシルエットのニュージャージーの方が W05 番より2センチくらいかな、ちょっと丈が短いぐらい、裾幅はほぼ同じだけど丈がちょっと短いぐらいなんですね。で先ほどちらっと言ったんですが、耳と縫製、この縫製の糸がちょっと内側赤いので、ロールアップするとこの赤のステッチが見えたりなんかしちゃって、耳のところと赤のステッチでチラ見せしながら、ちょっとなんていうかな、着こなしのくすぐるというか面白さというか、まあ自己満もあるんですが、うわちょっと遊び心があっていいななんて僕自身思ったりして、だからこのニュージャージーちょっとこう綺麗、裾をこうそのまんま履くと綺麗なバギーシルエットとか太いこうシルエットなんですけど、これ少しこうロールアップするとワーク感も増すし、と遊び心チラチラと見せられたりします。やらしいですねそうですね、この感じが、ね、作ってる人もニヤッとしながら、これ赤にするとこんな感じでかっこいいんじゃん、うん、いいねって言って作ってらっしゃるんだと思います。ニュージャージーとW05 番のコロナのパンツ2本、ご紹介しました。これがだいたい今日まで入ってきて、今日ご紹介したいなという新作を一気に、再入荷も含めてご紹介しました。あと今日のコーディネートって言っても、まあちょっとパンツ今履いてるから T シャツを先に、これ着てる T シャツはですね、オールドホームステッター、まあ、さっきウェハースを紹介しましたけど、これオールドホームステッターに今別注をお願いしている、ポケティのサンプルを着てます。ラスティックジャージのミディアムラスティックジャージというリサイクルコットンを利用したボディが、オールドホームステッドの定番にあるんですが、それのミディアムオンスを使った、ポケティで白の他にもう一色黒を展開する予定なんですが、これ縮みとか、シルエット、あと首周りのネックのラインとかですね、いろいろこう、ま、いろいろリクエストさせてもらって、すっごいいい感じに仕上げてもらっています。で今祝日も含めて最終確認です。何回もこう来て、洗いを繰り返して、最終これで OK ってなってオーダーをして、OK を出して大体6月の納品を今予定してます。白で一応ポケティの他にヘンリーネックも今、作ってます。
まあ、これはまあおいおいまた、進行状況と、まあ、あと詳細も含めて、紹介していこうと思います。お店に来てくださる方はこれ作ってるんだよって、常連さんにはちらちらっとお話をした方もいらっしゃるかな。これめっちゃいいので、またこれもこれでウェアハウスのポケティとはまた全然違うアプローチ、あと首回りネックのラインもそうですし、素材使いとかも全部違うアプローチで作ってるので、ウェアハウスのポケティ、あるいはゴールドホームステッドのポケティ両方着比べてみてもらうと、またなかなか面白さが、T シャツ、無地の T シャツですけど面白さを体感、うわこんなにここかんアプローチが違うとこんな違う感じで、T シャツなのに同じポケティなのに楽しめるのかなっていうのを実感体感していただけるんじゃないかと思ってます。自信作です。あと今日何着てたかな。あ、今日これ先に着てたのはこれはジャンゴのクラシックフレンチワークシャツのインディゴバージョンですね。そうですね、クラシックフレンチワークインディゴリネンシャツ、白で別注したこちらの白の、こちら当店の今回の別注なんですけど、これのインディゴバージョン、僕マキニョンコマキニョンセットやってるんで、この上に着ちゃいますけど、マキニョンインディゴ2年オーバーシャツだったかな、ビクトリアンズマキニョン2年オーバーシャツ、これもジャンゴなんですけど、これ僕しょっちゅう最近着てるんですが、これと同じ素材で、40番手ぐらいのインディゴリネンで、着ていくと結構生地がキュッとこう目詰まりあって厚みが出てきてなかなかいいです。濃札ほんといいですこの生地。国産のリネンを使って岡山の染め工場さんで丁寧に染めてもらってる生地なんですよね。でこの生地とマキニョンオーバーシャツと同じ生地を使った、ジャングの大定番クラシックフレンチワークシャツの L サイズかな今僕、うん、ちょっと M で M もジャストなんですけど L をちょっとゆったりめに今回着てるので、僕ぐらいの方は通常 M がいいんですけど、そうですね、白 T に何気ない白 T にデニムにさらっとこんな感じで着てもらうともうなんてことないですけどかっこいいです。もうフレンチクラシックフレンチワークのもうデザインがもう凝縮されたジャンゴのもう定番中の定番アナザーラインの顔とも言うべきベーシックなシャツなんですが、まあアメリカの50年代ぐらいのこういうワークパンツデニムとかにもさらっと合わせていただくことができます。まあこのパンツの年代をこうグググググと何十年か遡った感じのまあワークシャツっていうイメージ、歴史的にはそうなんでしょうけど、もう時代を超えてもういいものは何でもコーディネートできるマッチするっていうところじゃないでしょうか。最高のシャツです。あと今日あと何入ってたっけ、ああそうだスウェット入ってたんだ、今日最初はこのスウェットパンツ履いてましたね、これジャンゴのスウェットニッカーじゃなくて、名前がDA スウェットイージーパンツを履いてました。ちょっとこれは、時間も時間なので、また今度それがめっちゃかっこええんです、欲しいってこのシャツかなこれめっちゃいいですよ。これは
リネンシャツの S サイズはありますか？これこのシャツ S サイズありますよ。まだ S、M、L、LL 全部揃ってたと思います。うん、 S はだいぶサイズがもう在庫少なかったと思いますが、あ、シャツ、あのこのシャツ S、M、L、LL 全部サイズあります。これはもうちょっと、もともとちょっとディープインディゴ、濃いめのインディゴではあるんですが、これ冷めていってもうちょっとフレンチカラーっていうか明るいブルーになってもかっこいいですね。で、今回のシャツはこの袖の花粉の裏にちょっとボディよりも濃い面の裏地が当ててあって、これ前立ての裏もそうですし、襟も、襟のところの襟裏なんかにも、あと代理の裏のところですね、この襟裏にも生地が使ってあって、なかなかあのかっこいい、ちょっとしたところがアクセントになります。僕でちょっとゆったり着て、これが L サイズですね。袖をこうやるとこれぐらいでだいぶゆったりではあるんですが、これ L サイズで、ちなみにこれ M 着るとどうなるかをちょっとだけじゃあお見せした方がいいかな。これ M サイズ、うん、首調整できちゃう。あ、首はここにフォールが2つついてるんですよね。見えるかな、手前と奥と。で、これ奥にすれば首、ネックルの幅をタイトにできるし、これ調整できるという、このホールが2つついてる。ただそれだけではあるんですけど、それがまたこう面白いんですよ。こういうところにね、粋なディティールっていうんですかね、感じます。ハッシュタグっぽいやつ、ハッシュタグ、あ、斜めにこうカットしてる、あ、そういうこと、あ、斜めにカットしてる、あ、確かにハッシュタグっぽい、見えるかなこれハッシュタグっぽい、これで、M サイズを着てみました。通常は僕ぐらいの173、60ぐらいで、今日90弱ぐらいだと M サイズがまあ普通に着れる、着る、選ぶサイズになると思いますかね。これはもうお好みで選んでいただければと思いますが、でこのシャツ、襟を、小ぶりな襟をこう立てて、ちょっとラフな感じで着ていただいてもいいですしね。これが M サイズを着ています。こんな感じでサイドから見てもここのフロントはこうラウンドして後ろはスクエアという、このディティールも着た時の印象がすごくいい。サイズはお好みで選んでいただければと思います。今はもう今なら S、M、L、LL 全サイズご用意できますので、ぜひご検討ください。襟立ていいんすよ、これ襟立てがね、すごくまたあの、フレンチビクトリアンズジャルディニエリネンシャツ、あ、これは、いい質問ですいい質問ですとか、いいタイミングです。今月リリースされます。白とエクリュー、違うな、エクリューだったかな、あの2色、ベーシックな2色、前回はベージュと薄いグリーンとブラックの3色で、クラバット付きで、友人のクラバット付きでやったんですけど、今回はクラバットはつかないんですが、白と生成りだったかな、あの出ます。163、50だと S で言ったり目、うん、 S でもう、まあ、ゆったりまではならないかな、でもゆったりくらいかな、
うん、S で十分着れると思います。僕がこれ、僕173の60で M 着てるんですけど、このぐらいの感じになるんじゃないかな、 S を着られるとイメージ的にはと思います。距離もそんなにあのなかったら、あのそんな90いくつとか、あのあと筋肉がすごい、肩周りの筋肉すごいっていうのでなかったら S で十分このぐらいの雰囲気で着れると思います。うん、ジャルディニアシャツはあのぜひぜひ、あの今回僕もどうしても欲しいって言ってピラコニアさん、ジャンゴさんにもリクエスト出してたんで、ただすっごい作るの難しい、ほんとすごい、あのお上手な職人さんにお願いして作ってもらってるっていうことだったので、なかなかまたあの次のジャルディニアシャツに関しては再販の機会がないかもしれないんで、この4月入ってきたらぜひゲットしてください。もうジャンゴのシャツはどれもやばいですからね、ほんと全てがかっこいいって言っていいぐらいなんで、はい、こんなところです。で最後に、あ、そうそう、あのこの DA スウェットイージパンツ、この素材とかシルエット、サイズ選びとかいろんなポイントも含めて時間があったらご紹介しようかなと思ったんですけど、ちょっともう今日もすごい時間になっちゃったんで、この DA スウェットイージパンツかなり使えるというか、僕結構好みで最近もしょっちゅう履いてるんですけど、で M 履いたり、まあ、L もいいけどどうせだったら LL で大きくしちゃえっつって M と LL 履いてたりするんで、その辺のサイズ選びとかのポイントとかも含めて紹介していこうと思います。これはまた次回、あの次の機会に特集をしたいと思います。あのこれはまたあの次の機会を楽しみにしてください。スウェットパンツ、そうなんです、なかなかいいんですよスウェットパンツが。まああのと、うんと、なんていうかな、一番あのジャンゴさんの、まあ、大定番このクラシックニッカーズですね、エビーリネンだったり、これはアイリッシュインディゴデニムを使ってるんです、アイリッシュリネンのインディゴデニムを使ってるんですけど、このニッカーよりもスウェットパンツの方がちょっと膝から裾にかけてシュッとこう細身に仕上げてあるんですよね。そのシルエットなんかもすごくいいですし、今からまあソックスを脱いで、あの肌を見せながら、履ける暖かい時期に、ちょうどいい時期になってこれからなっていくので、その辺も含めてですね、これは紹介していかない、おかないとなって思ってるので、近い時期にスウェット DA スウェットパンツは、スウェットイージパンツは、ご紹介します。まあ本当今ちょうど白 T にこんな感じで、白 T にインディゴシャツで、これでもかっこいいでしょ、めちゃめちゃかっこいいですよね、シンプルなの。また紹介します、ご期待ください。ちょっとあの近いうちにご紹介します。今日はあのこんな感じです。また1時間半過ぎちゃいましたね、ごめんなさい。次回は、4月12日金曜日を予定してます。確かジャンゴさんから、クラシックファーマーズコート、今回の名前はフレンチファーマーズコートだったかな、ベストとか、プリーツワイドパンツで使っているこの差し氷のインディゴの生地ので仕上げた、コート、ファーマーズコートが入ってきますので、それをご紹介する予定です。その他にも本当ご紹介したいのいっぱいあって、もう話題にこと書かないんですけど、ちょっと時間も時間なので、また、
いろいろ特集組んでご紹介していこうと思います。今日は本当慌ただしくて、新作ばばっとご紹介して、もうなんか慌ただしくて申し訳なかったですけど、楽しんでいただけてたら、嬉しいです。それでは、次回、12日金曜日もぜひご覧になってください。よろしくお願いします。今日は遅くまでありがとうございました。ぜひまたいらしてください。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。スターさん、とんでもない、とんでもない。ねえ、なかなか、だって、美味しい桜もどこで買ったらいいんだろうってやっぱなるから、須藤さんのところで買ってもらわないとって思っちゃうんで、またなんかいいなんかいい紹介の仕方があったらね、考えますかね、はい、すいません、ありがとうございます。須藤さん、ありがとうございました。あ、皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。れなちゃん、誕生日なんですね。めんごい、もうほんとおめでとう、れなちゃんおめでとう、誕生日おめでとう。お疲れ様でした。こちらこそありがとうございます。遅くまでありがとうございました。ほんと今日も遅くまでありがとうございました。そろそろ終わりにしたいと思います。本当慌ただしい感じでしたけど、本当皆さん、僕もすっごい楽しくさせてもらいました。またじゃあ金曜日12日よろしくお願いします。それでは、今夜も遅くまでありがとうございました。失礼します。